ドックランズ・スタジアムは、オーストラリア・メルボルンの都心西隣のドックランズ地区にある開閉式ドームスタジアムである。マーベルエンターテインメントが命名権を取得しており、2018年9月1日からマーベル・スタジアムの故障が用いられている。2000年3月9日に、 コロニアルスタジアムとして開場した。2002年10月1日に電気通信企業のテルストラが命名権を EN コロニアルステートバンクから買収してテルストラドームとなり、その後2009年3月1日からはエティハド航空が命名権を取得し、エティハドスタジアムの故障が用いられていた。命名権による故障を回避する場合は、 ドックランズ・スタジアムと呼ばれる。本ドームは、ウェイバリー・パークの後継として建設された。テレビ放送網のセブンネットワークが、本ドームを所有していたが、2006年に権益を、ジェームス・フィールディング・マネジメントに3億3000万豪ドルで売却。ウェイバリー・パークと、同様、OG フットボールの利用を念頭に建設されている。オーストラリアではこの規模の球技場は、 大部分クリケットのために設計された。本ドームとメルボルンクリケットグラウンドは、OG フットボールトップリーグ AFL のメルボルンのチームの本拠地として使用される。OG フットボールのオフシーズンである10から2月には、サッカー A リーグのメルボルンビクトリー FC のホームとして使われる。クリケット、ラグビー、ラグビーリーグの他コンサートプロレスボクシングの開催実績がある。 ラグビーワールドカップ2003の試合会場としても使用され7試合が開催された。2015年には当地でスピードウェイグランプリ最終戦のオーストラリアグランプリが13年ぶりに開催。決勝レースで地元のジェイソン・ドイルが転倒し失格する騒ぎがありアメリカのグレッグ・ハンコックが優勝。総合ではイギリスのタイ・オフィンデンがタイトルを獲得した。 サザンクロス駅から徒歩数分。エティ・ホード・スタジアム・ポピュラス・アーキテクトン。ハット・シティ・ツー・ゲット200ドル。エム・ハイ・テック・スタジアム・アーカイブド2005年6月18日。アット・ザ・ウェイ・バック・マシン・ザ・エージ・ハット・ビクトリアン・ベ・ニューズ。オーストラリアン・フットボール・リーグ2009年5月8日。閲覧。セブン・セルズ・テルストラ・ドーム・ステイク。 ニュースリミテッド http コロンスラッシュスラッシュファイナンスドットニュースドットコム au ストーリー例1万1六十六千九五四万千七から3万千三十七00 html ハットスピードウェイ gp シリーズリターンズ2オーストラリアイン2015ありがとうございます